Hey, what's up? 山本です。私は今福岡空港に来ております。皆さん大変申し訳ございません。いつも札幌駅でオープニング撮るんですけども、時間がなくて撮ることができませんでした。到着後の福岡空港で今撮影しております。本日1月3日になります。2024年始まったばかりなんですけれども、1日には地震、2日には日本航空と、あとは海上保安庁の飛行機と衝突炎上事故があったので、なんでこんなに正月早々悲しい出来事ばっか起こるんだろうなと思ってませんか。私も思っております。本日お届けする動画ですが、フライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験の元 V リーガー、私山本が旅の情報、フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日利用する航空会社エアドゥになりまして、行き先福岡空港行きになります。2024年一発目の飛行機搭乗になりまして、行き先は福岡なんですけども、本来はこの便搭乗予定ではありませんでした。もともとは1月2日に日本航空の新潟行きに搭乗予定だったんですけれども、1日に能登地方で地震があったということもありましたので、一旦それキャンセルしました。その代わりに翌日の日本航空500便、朝一の札幌東京便入れようかなと思ってたんですけれども、今度は日本航空の事故があったのと、あとは目的地が東京ではなかったので、別にこの便乗らなくてもいいかなと。 U ターンラッシュのドピークが1月3日なので、僕が乗ってしまうと1名乗れないわけじゃないですか。ほとんどの便がもう満席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 です。1月9日ぐらいまで札幌東京間全部満席なんですよね。っていうのもありますので、一旦東京行き乗るのやめようということで、東京行きやめた結果、本日登場するエアドゥの福岡行きに乗ったよというお話になります。今回の航空券も当日発券しております。なんとか当日発券できたんですけれども、発券時の段階では窓側開いておらず通路側ということだったので、正直もう今日は絶対に窓側無理だろうなと思いながらも空港行ったということもあります。そして2024年も皆さん改めてよろしくお願いいたします。2023年もたくさん動画をご覧いただきましてありがとうございました。まだまだ出せてない動画たくさんたくさんありますので、忘れた頃にビジネスクラス、ファーストクラスぶち込もうかなと思っておりますので、そちらもぜひ楽しみに待っててください。とりあえず今回は2024年一発目のフライト、エアドゥの最長路線になります。この後は札幌駅から動画再開したいなと思います。すみません、空港まで北広島で分割して2枚に会計分けてお願いします。乗車券のみでお願いします。1月5日までサンドイッチお休み、マジか。朝食に食べようと思ったんですけど、今日は800円以上する U シート満席。わー、結構混んでるな。座れなさそうですね、これは。この先揺れることがありますので、お気をつけください。ミランカラスケ、今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。千歳線快速エアポート72号新千歳空港行きです。停車駅は白石、新札幌、北広島、恵庭、千歳、南千歳、終着新千歳空港です。次は白石に停まります。まもなく北広島です。次はおよそ3分で終着新千歳空港です。新千歳空港到着いたしました。今日は U ターンラッシュのピークの日だとは思います。ただ朝の時間帯なので、まあ、混んでるけれどもそんなって感じかな。ただ昨日のフライトで欠航にあった方もたくさんいらっしゃるので、あーマジかマジかマジか。プレミアムカウンターも並んでる、外にはみ出てますわ。あーエアドゥもすごいことになってるな。こんな予定じゃなかった、こういう状況です。とりあえずは並びますか。かなり並んでるな本当に。 U ターンラッシュで昨日羽田空港一部閉鎖、影響が出てるわ。それではこの後保安検査行ってまいります。エアドゥ並んでるのは全て欠航便専用のカウンターということでした。でアイベックスに関しては札幌発は空席待ち中止、全路線中止なので、今だと仙台路線かな、アイベックス札幌から出てるのは。なかなか
大変そうですね、スタッフの方々も。それではこの後は保安検査行ってまいります。正月ということもありますね、門松がありました。行きます。保安検査完了しました。この後はラウンジ行きます。今日は混んでるのかな、出張の方いらっしゃらないのでそんな混んでなさそうな気するんですけどね。とりあえず行ってきます。ラウンジ入りました。とりあえず空席確認しましょうか。今のところ隣はいらっしゃらないということだったので大丈夫だとは思うんですけれども、これない？どういうこと？天候自由ってこと？平常運行を予定してますが遅延欠航の可能性もあります。え、どういうことこれ？今までこんな画面出たことないよ。なんで？とりあえず予約日にチェックイン。え、どういうこと？多分問題ない。あ、見れない、残念。え、チョコあんだけど、いただきます。ラウンジ入りましたが普段の平日よりも空いてるわ。全然混んでないわ。やっぱり出張の方がいないのでだいぶ平和といいますか人がいない状況です。今日の機材どれだろうな。周り見たらロコンジェットしか駐機しないんですけども、ただこの路線ロコンジェット767運行じゃなくて737運行なのでどこに止まってんだろうな。見えない駅かな。とりあえずはもう間もなく搭乗始まると思います。今日は一番前の座席 2-A ということでエアドゥ運行になります。優先搭乗ありません。なので一番最後に乗ろうかな。ラウンジ寝ましたが普段と変わんねえな。これだったらもちろん遅い時間帯の方が混み合いますので、今のこの時間帯まだ8時半ちょっと前ですけれども、まだまだこんなもんじゃないですよきっと U ターンラッシュは。なので福岡着いたら福岡の様子もお伝えしたいと思います。ゲートの前に着きました。まだまだお客さん乗り切ってないですね。今日は満席ではないんですけれどもほぼ満席かな。97-98% ぐらい、空席はおそらく残り3席4席ぐらいだったのではないかなと思います。とりあえず一番最後に乗り込みたいと思います。はい、ありがとうございます。おはようございます。本日 2-A 窓側になります。おはようございます。ゲートのペパラシグループエアドゥをご利用いただきましてありがとうございます。この飛行機はエアドゥ112便、 ANA4812便、福岡空港行きの共同運航便です。ご用の際には客室乗務員に遠慮なくお知らせください。後ほど安全に関するビデオを上映します。皆様の安全や緊急時に関わる重要なご案内です。最後まで必ずお待ちください。ご搭乗ありがとうございます。エアドゥは北海道の翼として安全な空の旅をご提供いたします。それでは安全のビデオをご覧ください。この飛行機の非常口は前方
確かめてください。最後までご覧いただきありがとうございます。それでは出発の準備はよろしいでしょうか。 Thank you for your time. Now, are you ready for takeoff?737のダッシュ700になります。シートポケットの中は安全のしおりとエチケット袋と機内紙入っております。昨日日本航空の機材が事故を起こしてしまいましたが、必ず皆さん安全のしおり読みましょう。大事なことがここにギュッと書かれております。今日は最前列の座席ということもありますので、足元広々使うことができます。ただし最前列は足元に荷物を置けませんのでお気をつけください。エアヌーのこの機材、左側は2番スタートになります。右側は1番スタートで、足元には荷物を置けませんので最前列座る方気をつけてください。非常口も同様に前に荷物置くことができませんのでお気をつけください。ドリンクのサービスが始まりました。今エアトゥーン中古25周年記念したオリジナルのブレンドティーを配っております。このお茶すごくいい匂いするんですよね。多分このお茶の匂いと思わしき匂いがカートの周辺漂ってきます。すごくいい匂い。ただそんな中、本日選んだのはリンゴジュースとホタテのスープになります。本日もリジョンプラスグループエアリュー合格ご意見をご利用くださいまして誠にありがとうございます。また本日上空大変強い風の影響を受けてた飛行機となります。その影響により陸地到着予定時刻下刻より10分ほど遅れまして大変恐縮ですが11時30分前後の陸地に到着を行っております。皆様ご到着遅れますと大変お詫びをします。また地上からの最新の情報によりますと周辺の天候は小雨、非常接近急などの報告を見ております。その気合い大変恐縮ではございますが途中までごゆっくりお待ちください。されまして本日は北海道の翼エアトゥーのご登場のお部屋でありがとうございます。エアトゥーのホタテスープ飲むの初めてですね。いただきます。どんな味でしょうか。匂いが完全ホタテだわ。これホタテの貝柱のあの匂いがします。だね、ただそこまで思ってたほど濃厚な味というわけではないんですけれども、あっさりとしたホタテの味、これ美味しいね。普通にコンソメスープ提供する日本航空 ANA のあのスープよりも圧倒的にこっちの方がうまいな。ソラシドエアだとアゴイズのスープ出すんですけども、そのスープよりもホタテのスープの方がいいわ。今
回乗ってる札幌福岡路線以外にもエアドゥの就航路線であれば基本的にホタテスープ配っております。ただ期間限定だと思いますので、冬の間はホタテスープ、あとはそれ以外の時期はオニオンスープの方が多いのかな。これはうまいので、皆さんこれ機内販売でも実はこれ売ってますので、これ買っても全然ありんじゃないかな。800円、これはいいですね。 5g 入ったのが8袋入って、それが2箱分なので16袋で800円なので、値段もそんな高くないですね。あとはオニオンスープはもっと安くて16袋入りで500円になります。あとは北海道スープ4種セットっていうのがあるんですけども、オニオン、ごぼう、じゃがバター、人参、5g が8袋入って4種類、32個で1000円か、安いですね。これも機内販売以外にも確かね、お土産屋さんとかでも売ってると思うんですよね。ジャガバタースープもかなり美味しいので、ここ最近ジャガバタースープエアドゥの機内に乗ってないんですけれども、かなり美味しいのでマジでおすすめ。それよりもね、ホタテスープこんな美味しいと思わんかったわ。いいね、コンソメスープとホタテの出汁がうまく混ざったっていうような味かな。説明文のところなんて書いてるんでしょうね。ホタテの風味いっぱいの大人気スープって書いてます。北海道産のホタテエキスたっぷりで、一度飲んだらやみつきになる美味しさ。機内のサービスドリンクとしても大人気です。オニオンスープと同様、調味料としても使える粉末タイプ、エアドゥ限定のオリジナルパッケージも好評ですということで、このスープ本当に美味しいのでおすすめです。リンゴジュースは市販の小祝いのものなので 100% ではないんですよね。これはこれで美味しいんだよな。それよりもホタテスープがこんな美味しいと思いませんでした。この中にホタテの貝柱とか入れて飲んだら美味しいと思いますので、もし機内販売で買われた方、ご自宅ではぜひホタテの貝柱であったりホタテを入れた状態でこのスープ飲んでみてください。かなり美味しくなるんじゃないかな。ホタテからも出汁出てきますし、さらにこれでも十分美味しいけども、ホタテ入れたらさらに美味しくなるんじゃないかなっていう気がします。ごちそうさまでした。本当にスープ美味しかったです。ちなみに本日はエアドゥの福岡行きに乗ってるんですけれども、本来はこの便に搭乗予定はありませんでした。冒頭にありません。考えてもいなかったんですけども、なぜかこれ乗っております。元はといえば昨日1月2日に札幌から新潟行きの飛行機に搭乗しようかなと思ってたんですけれども、1日の日に能登地方を震源とする地震がありましたので、一旦これ乗るのやめようと思って乗るのやめました。その代わりに本日の日本航空の東京行き500便、朝一の便に乗ろうかなと思ってたんですけれども、昨日日本航空のエアバス350が海上保安庁の機材と激突して炎上したという事故がありまして、ただでさえ U ターンラッシュのピークの1月3日で、しかも予約した便が欠航になった方もたくさんいらしたの で、かつ僕東京別に行かなくてもいいんですよねっていうこともあったので、この状態で自分が東京行くぐらいだったら振り替え待ちの方、キャンセル待ちのような今状況になってますので、その方に僕の一席分乗ってほしいなという思いもあったので、今回東京行き乗るのやめました。臨時便も設定されたりだとか、あとは ANA も日本航空もそうなんですけれども、今日3日ですけれども、3、4、5、6、7、8、9日ぐらいまで満席なんですよ全便。本当に大変な状況が続いているということもありましたので、今回やめました。ちなみにこの便は 95% 弱かな、今自分が座っている一番前の座席3席誰もいません。1つ後ろの座席も3席誰もいないという状況だったので、僕が思ってたよりかは空席はあるなっていう状況です。おそらく予約だけしたはいいけれども、発見しなかった方がたくさんいたんじゃないかなっていう気がします。搭乗前の段階で
予約できる残り座席数が1席だったんですよね。1席しか予約できないにもかかわらずこの状況、まあ、もしかしたら ANA 側の座席とエアドゥビン名としての座席の空き状況が違ったのでその分の影響の可能性もありますけれども、とりあえず一番前の座席窓側死守することができました。実はこの便取ったの今日の夜中なんですよ。今日の夜中オンラインチェックインした際は窓側が全く開いておりませんでした。最初は3席あるうちの通路側と真ん中席が誰もいないという状況で窓側がなかったので、まあ、仕方なく通路側アサインしてたんですけれども、チェックインの際にグランドスタッフに聞いたら窓側開いてるよということだったので窓側に指定させていただきました。なので AirDo もそうなんですけれども、僕がいつも使っているシートアラートというアプリ、見え方が必ずしも一致するというわけではありませんので、かなり満席に近いような便でも確認するだけした方がいいかもしれないですね。ここの座席はおそらくブロック入ったと思うんですよ。ブロック入ってて指定できないようになったんですけれども、ものの見事にブロックが解除されたので、後ろとか見渡すと本当に今3席びっちり埋まっているところがほとんどです。真ん中がいないところがほんのちょこっとあるかなっていうぐらいなので、確実に搭乗率は 95% 超えているような状況ではあるんですけれども、今回は一番前の座席、しかもゆったり3席自由に、で足元も広々ですし後ろもいないのでリクライニング倒して過ごすことができます。本当に良かったな。そんで今日乗っているこのフライト、エアドゥの最長路線になります。今まで乗ろう乗ろう乗ろうと思ったんですけれども乗れずに今になってしまいました。なので今までのエアドゥの最長路線は札幌から神戸だったんですけども大きく伸びて福岡になりました。昔は札幌広島という便もあったんですけども、今 ANA の方に全部移管してしまったので、現状のエアドゥの最長路線は今回乗っている福岡路線、ただし今日は向かい風が強いということだったので10分ほど遅延して到着するみたいなんですけれども、特に福岡ついてから時間がないわけではないので無事についてくれればそれでいいかなというところではあります。そして先ほどもお話した通り昨日の事故の影響もありましたので、これ大事ですよ。心なしか周りの方々機内モニターで安全のビデオを見てる方がいつもより多かったなという気がします。今回一番前に座っておりますけども、荷物を置いてたら脱出の妨げになります。昨日の機材なんか搭乗率90何%で乗員乗客合わせ370人ぐらい乗ってたんですけれども、あの規模で無事に亡くなった方、もちろん海上保安庁の方は亡くなられた方いらっしゃいますけども、日本航空の乗客乗員で亡くなられた方がいらっしゃらなかったというのは相当奇跡に近いんじゃないかなっていう気がしますし、日本航空のスタッフの方も亡くなることなく無事に案内できたってところが本当にすごいなと思います。まあ、一つ気になった点が非常口座席あるじゃないですか。非常口座席ってただただ足元が広いだけではなくて、こんな緊急事態の際に手助けが必要になるんですよね。果たして昨日の旋回してるな今、昨日のあの事故では非常口座席に座った方は何かしらの手伝いとかされたのかなと若干気になってるところではあります。まあ、なんてだって13号機が完全に消失してしまったというところがなんだかな悲しいなというところではあります。離陸前に日本航空のホームページ見たら3月いっぱいまで特別対応しているということだったので、もうこれ多分動画に出しているとは思うんですけれども、福岡空港着いたらこのことについてまとめようかなと思っております。とりあえずああいう事故は本当に悲しくなってしまいましたので、今後の日本航空の機材ぶりの部分もどういうふうにやっていくんでしょうか、もう気になって気になってしょうがないところではあるんですけれども、ああいう事故はもう嫌ですね。シートベルト着用サインが点灯しました。座席にお戻りになり、シートベルトを腰の低い位置で緩みのないようお締めください。シートベルトサインが点灯いたしました。絶賛雲の中飛行してるんですけども、なんだか虹みたいなの見えてますよね。肉眼だと見えないんですけども、カメラ越しだと見えるという不思議な光景。今日は東北地方からずっと雲の上飛行してたということもありましたので、飛車の様子見ることできず、そしてほとんど寝てました。この路線2時間50分ぐらいあるんですけども、やっぱり寝てしまったらあっという間だなっていう感じがします。あとは隣もいないですし、一番前の座席で足元の広々を使うことができるので快適そのものでした。皆様、着陸態勢に入りました。この先も揺れが予想されているため、
長の指示により客室乗務員は着席しています。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょいと休憩行ってきます。ラウンジ後にしました。今出発便見てるんですけれども、東京便中心にやっぱり遅延が発生しています。滑走路が1本閉鎖の状態が続いておりますので、それプラス年末年始の混み具合、これも合わさってやっぱり東京行き、このスターフライヤーのこの便だけは定刻通りですけども、それ以外の東京行きはもう軒並み遅延。このスカイマークの便も遅延なしですね。あと JAL のこのフライトも。到着便の方はやっぱり東京便ががっつり遅延ですね。仙台は逆に早くなったりだとか、今日は向かい風が強いフライトということだったので、沖縄ちょっと早い便もありますね。この便かなりディレイになってます。ちなみにスカイマーク東京行き全部満席、札幌は空席あるんですけれども、それ以外 1,2,3,4,5 便あるんですけども全部満席です。 P1 は成田行き満席、それ以外は空席あり、やっぱり東京行き中心にかなり満席が続いている模様です。ジェットスターは書いてないですね、満席かどうかは。そしてお客さんの数も、そんなに多いってわけでもないかな。後ろ日本航空のカウンターなんですけども、まあそんなにバカみたいに混んでるっていうほどでもないかな。朝の新世空港のこれやったら混んだ感じするな。 ANA の方も満席多いね。やっぱり東京行き満席、沖縄も満席、ほとんど満席ばかで、東京はもう全便満席です。 ANA グループのこの後の便の状況なんですけども、軒並み満席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 。宮崎便がちょこっと空席ありぐらいなので、それ以外名古屋も満席ですし、名古屋満席、沖縄がちょっと空席あるぐらい、福江も満席、かなり満席多いですね。やっぱり U ターンラッシュのピークの日付でもありますので、これはばかりはしょうがないかな。あとはディレイのフライトがかなり多いね。東京便はもう全部遅延しているような状況なので、やっぱり滑走路1本閉鎖されるだけでここまで影響があるんだなと。11時50分のやつも1時間10分遅れ、
次の便も1時間半遅れって感じなので、今後羽田で乗り継ぎがある方気をつけないと、今までの MCT ミニマムコネクティングタイムは多分通用しなくなってしまうと思いますので、今後滑走路が再開されればいいとは思うんですけども、この動画が出る頃にはまださすがに再開どうだろうな、事故から3日ぐらい経った後にこの動画出るとは思うんですけれども、やっぱり羽田乗り継ぎの場合はある程度余裕持たないとダメかな。これは全部羽田路線は遅延、そして全部満席です。あとはかわいそうに犬の鳴き声が聞こえてくるのよ、荷物としてやっぱり預けるルールになっておりますので、悲しそうな犬の鳴き声。ちなみにスターフライヤーだけは今5万円プラス払えばペットと一緒に搭乗できるよっていうシステムあるんですけれども、5万円ですからね、搭乗券とは別に。日本航空側です、沖縄行き遅延、16時出発、マジか、9時間の遅延、8時間50分遅れで、羽田は45分遅れなので、逆に日本航空の方が遅延は少ないかなっていう感じ。ただ軒並みやっぱり満席だね、仙台も満席、東京も満席、札幌、鹿児島、大阪、宮崎、ここら辺は空席あるんですけども、沖縄、東京、全部満席だわ。一つ上のフロアに来てみました。出発便の案内出てるんですけども、軒並み遅延だね、黄色い文字がもう全部遅延です。すごいな、やっぱり東京行きが全部遅延、遅延しない東京行き奇跡だよね。スカイマークの12便とか、あとは JAL の316便、これは今のところ遅延の予定がないということだったんですけれども、ほとんどの東京行き遅延の状況になっております。新千歳空港でははみ出てた ANA のプレミアムチェックインカウンターは平常通りですね、1人並んでるぐらいで全く混んでないです。日本航空の方もおそらく同じじゃないかな、全然混んでないです。今日は新千歳空港の専用カウンターの混み具合まで確認する時間がなかったんですけども、並んでないな、なので新千歳空港が混んでた気かな。この後レストラン街の方行くんですけども、ちょうど今12時ぐらいなので、こっちの方はもうめちゃくちゃ人多いわですよね。もつ鍋食べようかなと思ったけども並んどる、しょうがないか。大山だけじゃないね、ほとんどのお店も並んでるわ。やっぱりランチタイムすごいな。ラーメン滑走路もすごいことになってんな、大山より並んでるわ。ちなみに大山3組待ちでした。そんなに待ち人数は多くはなかったですね。どうするかなこの後、実は時間はあるんですよ。もつ鍋食べようか一旦出ようかちょっと考えます。とりあえず暑すぎる。展望デッキに出てきました。息は白いんですよ。気温が9度とか10度ぐらいなんですけども、これぐらいがちょうどいいわ。家の中はだいたいいつも10度から11度12度ぐらいなので、室内は暖房ガンガン効いてると暑いんですよね。今回タートルネックのセーター、薄い一番薄いヒートテックにこのコート着てると、僕はもう背中びっちゃびちゃになってしまったので、もうこれだったらね、屋内は半袖でもいけるんじゃないかっていうぐらい、もう普段家の中が寒いのでそれで慣れちゃったので、本当にもう暑くて不快です。なのでこの後は上着インナー着替えたいと思います。このままだと暑くて汗びっちゃびちゃになります。てなわけで今回はエアドゥのフライト使いまして札幌からやってまいりました。エアドゥの最長路線初めて乗ったんですけども、そんなにね長いなっていう感じしませんでした。少し寝てたということもあったとは思うんですけれども、そんなに長いなっていう感じもせず、今回の搭乗日1月3日ということもありますので、年末年始のお休み U ターンラッシュのピークの日付にはなるとは思います。ただ午前中ということもあったので、自分が思ってたほどバカみたいに混んでるなっていうわけでもなかったかなっていう気もしますし、もちろんこれがどんどん遅い時間になればもっと人も増えていくんでしょうし、あとは昨日発生した日本航空の事故の影響もあるのかなと思ったんですけども、もちろん多少はあるとは思うんですけども、これだったらもっととひどい時は5年ぐらい前かな、クリスマスに新千歳空港が2日間閉鎖になったっていう時があったんですけども、その時はもう本当に国際線も国内線もてんやわんやでもう大変な状況だったんですけど、それに比べると、これぐらいだったら普段の欠航が続く時もあるのかなっていうような状況でした。ただプレミアムチェックインカウンターめちゃくちゃ並んでました。あんなに並んでると思わなくて、あとは僕がそもそも今回寝坊したわけじゃないんですよ。なぜなら寝てませんので、寝てないので寝坊はしないんですけど、準備に時間がかかってしまったということもあって空港到着が遅くなっちゃいました。自分が思ってたよりも30分ほど遅れてしまったので、他にもう少し新千歳空港でお見せしたい部分があったんですけれども、残念ながらそこら辺お見せすることができず、こんな感じの仕上がりになってしまいました。新千歳空港も昨日
動けなくなってしまった方のために夜間開放したみたいなんですけれども、そういったところの様子も撮ればなと思ったんですけれども、時間がなく大変申し訳ございませんでした。福岡空港着いてからもやっぱり昨日の事故の影響はかなり大きいんじゃないかなっていうところもありましたので、遅延してる便がかなりありました。ほとんど東京からのフライトであったり東京行きのフライトが遅延で、しかも東京行きに関してはもう全便満席です。他の行き先に関しては多少空席はあるんですけども、東京行きはもう全部満席ということもあったので、やっぱりもう年末年始のピークの時にマジかーっていうような状況だったじゃないですか。だから札幌も影響もありますし、福岡も影響あります。もう全国的に今回の事故、滑走路が1本閉鎖されるだけでもこんなに玉突き遅延が発生するんだなっていうところもありました。お客さんの数は、まあ、多いっちゃ多いのかな、まあ、もっと多いのかなっていう気はしたんですけども、これが遅い時間になればもっとお客さんの数どんどん増えて大変な状況になるのかな。保安検査もそんなに混んでるっていうほど混んだわけでもなかったので、自分が思ってたほどではありませんが、先ほどから言ってる通り遅い時間であればもっとお客さん増えるのかなっていう気がしました。あとエアドゥの最長路線だったんですけども、そんなに長く感じはしませんでしたし、あと初めてホタテスープ飲んだんだけども、あれ美味しいわ。普通にコンソメスープ飲むよりもあのホタテスープの方が美味しいなっていうところもありましたので、エアドゥ乗る機会がある方ぜひホタテスープ飲んでみてください。そして美味しかったら機内販売でも売っておりますので800円で買えます。本当にあのスープ美味しかったのでぜひやっていただきたいな。もう貝柱とかでいい、珍味のあれを中にポトンと入れた状態で飲んだらもっと風味が増して美味しくなるんじゃないかなっていう気がしたので、もし試すことができる方はやってみてはいかがでしょうか。とりあえずこれぐらいの気温がちょうどいいというのと、お腹空いたので次の動画でどこか何か食べに行こうかなと思いますので、次回の動画乗り継ぎのフライトありますので、そちらの様子をお届けしたいなと思います。それでは今回の動画以上になります。2024年一発目のフライトでした。今年も皆さんよろしくお願いいたします。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅行は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。